カリスト、ニンジン時計のボカロ P がコンポーザーによる次世代音楽プロジェクト、ろくでなしが6月19日リリースのオリジナル TV アニメーション、週末トレインどこへ行く？エンディング主題歌、ユリイカを含むファーストシングル、ユリイカの収録曲の詳細を発表した。ファーストシングル、ユリイカには、TV アニメ、週末トレインどこへ行く？のエンディング主題歌、ユリイカに加えて、シングルダブルリードトラックとして、ボカロ P、グイアノをコンポーザーに迎えた、新曲、アバウトユーを収録。初回限定版には、2023年12月27日に実施した、ろくでなしスペシャルライブの映像を収録した、ブルーレイの付属に加えて、TV アニメ、週末トレインどこへ行く？の、新規絵巻き下ろしイラストを使用した豪華デジパック仕様、トールケースサイズ、ナブナのオリジナル曲、夜明けとホタルのカバー音源を収録した豪華内容となる。さらには、初のワンマンライブ、ろくでなしワンマンライブ、ボリューム0を8月25日日曜日に、渋谷ストリームホールにて開催することが決定。チケットのオフィシャル一時抽選選考が、4月26日、金曜日20時からスタートしている。リリース情報デジタルシングル、ユリイカ 2024.4 にリリーシャットプス、ろくでなしニンジン、LMK2、ユリイカリリース情報ファーストシングル、ユリイカ初回限定版、CD ブルーレイ通常版、CD 2024.6-19 リリース、通常版、CD 1200円税、VTCL-35376、初回限定版、CD ブルーレイ3000円税、VTZL-243 特設サイト https://rokudenashi-nyn.jp/special-epl-us.jp/rokudenashi